太陽の法エルカンターレへの道。第一章。太陽の昇るとき。一。仏法真理の太陽。仏法真理という言葉があります。仏法真理とは、仏の心、仏の掟、仏の命の流転する姿です。そしてまた、人類の過去、現在。 未来を織りなす一本ののの黄金の糸のことを意味しますこの仏法真理という名の黄金の糸は人類史の中でさまざまな織物を織って人々の心を寒さから守ってくれましたある時はその織物がインドに生まれた釈迦の教えであったり中国に生まれた孔子を中心とする儒教であったりもしましたまた別の時にはイスラエルに生まれたイエス・キリストの愛の教えであったりしました と言っても、人々の心を寒さから守るためのこの織物は、今から2000年、3000年前の時代にだけ織られていたのではありません。何千年も前の時代から、現代に至るまで、大小さまざまな織物が世に送り出されてきたのです。例えば、仏教においては、インドでは龍樹、中国では天台地議などの構想が排出したことは言うまでもないことですが、日本においては、 空海らの平安仏教法然親鸞一辺といった方たちによる鎌倉仏教の復興なども仏法真理という名の織物です室町期の蓮如による浄土真宗の中高も同様です現代日本においては幸福の科学による第五次宗教ブームが到来しておりますが今最高の仏法真理の織物が出来上がりつつあるのです このように仏は人々の心を人生はこの世限りなのだといった唯物主義的で切な的な考えから守るために色とりどりの温かい衣類でくるんでくださっています言葉を変えて言うならば仏は人々の心に熱と光を与え続けるために仏法真理という名の太陽を照らし続けた大恩人なのですこの仏法真理の太陽はいつもいつも 人類に無限の光のエネルギーを供給し続けてきましたそうです太陽はいつも天空に輝いていたのです三千と輝き続けていたのですしかし時たま雲が太陽の光を遮り雨が人々を濡らし風の寒さが人々を怯えさせたように仏法真理の太陽はその姿を人々の前から隠し沈黙を守っているかに見えた時もありました とはいえ果てしない雲海の上には毅然として黄金の光を放射している太陽がいつも存在しているのですですからたとえ一時期地上の人々の心に混乱があってこの世から仏法真理の光が消え失せたように見えたとしても雲の間から必ず一条の仏法真理の光が照射してくるのですその光こそ救いの光なのです救世の光であり 人々を暗のののの時代から救い出すすための命の光なのです私が人々にこれから述べ伝えていく太陽の方はひとたび沈んだかに見えた仏法真理の太陽が二千数百年ぶりにさらに巨大な光の玉となって遥かなる地平線から上り来たるありさまを真実の言葉をもって描写し現代の人々に希望をそして後の世の人には黄金の財宝を残さんとするものです。 これよのち仏法真理の太陽ののぼりくるにつれてこの地球の一角から大いなる光がほとばしり出るでありましょうその一角こそブッダ最短の地日本なのですですから今後日本を中心として仏法真理の太陽がさんと悠然とのぼりくる姿を数多くの人々が見ることになるでしょう世界は今光を欲しています 人類が永遠と築き上げてきた名望という名の闇の砦を打ち砕くために極実昇天の勢いで仏法真理が広がっていくことが急務となっていますその仏法真理の流布を人生の偉業とすべく一人でも多くの人々に立ち上がっていただきたいがためにこの「太陽の法は書かれてゆくのです私は旧姓の悲願を込めて一期一期を綴ってゆきましょうこの一期一期が 命の言葉となって、光の言葉となって、地球の同胞たちに親しまれることを願いながら、綴っていきます。2. 仏とは何か現在、この地上の三次元世界に生活している皆さんは、自分の本当の人生について、真剣に考えたことがありますか。真剣に考えたことのある方は、その結果、一体どのような結論を出したでしょうか。 人生というものについて考える以上は何をもって人生と定義するかということから始めなければならないと思います。皆さんは人生とは人間がこの地上に生まれ落ちてから死ぬまでの数十年間のことだと考えているのでしょうか。もしそう考えているとしたら私の本を手にしたこの瞬間から皆さんの人生観は根本から覆されるはずです。もし人生が有限であり 両親によって名付けられた特定の名前を持つ人が死ねば後には一握ぎりの灰と犬の餌にもならない骨だけが残ってそれ以外の大部分は二酸化炭素と水蒸気になって空中に無酸してしまうに過ぎないものであるとするならばみなさんは一体何のために努力して生きるのでしょうか何のために学問をし何のために苦労するのでしょうかそして何のために人生観を磨き 何ののたために夢を追い続けてきたのでしょうか。2500数十年前にインドでゴータマ・シッタールタすなわち釈迦が説いた教え仏法は全くの嘘であったのでしょうか釈迦が80年の生涯を通して説き続けてきた人生の意義と使命あの世すなわち実在の世界があるという教説は世人を迷わす空事に過ぎなかったのでしょうか そうででははないはずですそれは未発達の人間が考えついた教説ではなかったはずです。現代の知識人と自らを誇る人々よ。あなた方のうち一体誰が釈尊、かっこ釈迦の尊称を論破するだけの真理を体得しどう走えたというのでしょうか。もし釈尊の教えが全くの作り事だというならばでは、 今から2000年前にイエス・キリストが説いた真理も同様に空事だと言い切れましょうか世界人類十数億の人々が尊敬してやまないあのイエス・キリストが信じ続けていた神は彼の独断と偏見に基づく全くの空理空論だと決めつけられましょうかゲッセマネの園で血の汗を流して祈りいばらの冠をかぶって十字架につけられたあの真実の真理の使徒に対して 強靭呼ばわりする人がいるならばその人こそ世人の前に歩み出て自らが狂っていないことを証明するべきです。例を目の前に出してみせるなら信じるという一見科学的合理主義者に対して私は言いましょう。釈迦やキリストという人類数千年の歴史が誇る偉人に対してあなた方は脱帽敬礼をしてからその言葉を発しなさい。 人類数千年の歴史が尊敬の二文字を伏し続けてやまない彼らの教説を一生に伏す自信があるならば彼ら以上の人格者であることをまずあなた方が証明してごらんなさいと誰一人としてそんなことはできないはずですなぜならば人類最高の悟りを得た釈迦そして釈迦の本体エル・カンターレから指導を受けたキリスト以上に 仏法真理を極めた人間はかつていないからですそこであなた方はまず虚心坦階に「仏の教えとは何か」ということを学んでいくべきではありませんかこのことこそが真の意味での科学的実証精神ではないのでしょうか人生の探求はどこかで必ず仏の導きに巡り合わざるをえません仏の教えを知る手がかりは 人生の随所に散りばめられています誕生の時と死ぬ時とがその最大の手がかりではありますがそれ以外にも病気恋愛挫折の時にも仏はちらちらとその姿を覗かせるのです私は本書全体を通じて仏とは何かという問いに答えていこうと思いますその途中において人生の目的と使命に関して 数多くのヒントととと答を、皆さんに提示することとなるでしょう。3. 存在と時間人間はこの地上に生まれて以来あのさんさんと光を投げかける太陽のもとにさまざまな存在を見たり生きとし生けるものありとしあらゆるものを見てきましたそこに一つの真理であるところの普遍の法則があることを私たたちは見ぬかねばなりません そして、その法則こそ、症状瑠天の法則なのです。この世に存在するものは何でも、すなわち、人間であれ、動物であれ、植物であれ、鉱物であれ、微生物であれ、すべて、この症状瑠天の法則の支配下にあります。では、症状瑠天の法則とは、何なのでしょうか。それは、この地上のものには、誕生の時があり、成長の時があり、 衰退のの時時ががあありそして消滅の時があるということです例えば人間をとってみてみもそうです人間には誕生の時があり成人してゆく過程があり老化してゆく過程がありやがては死去する時が来るのですこの法則は自然のもの人工のものを問わずすべてのものに当てはまります例えば自動車一台とってもそうです 自動車が生産される時があり、それが有効に乗り回される時があります。しかし、そのうちに故障し始め、ついには廃車される時に至るわけです。植物にしても同じです。種をまくと、芽が出て、成長してゆき、花が咲きます。咲いた後は、枯れ始め、種、あるいは、球根のみを残して、地上から姿を消してゆきます。このように、 この三次元世界にあるものはすべて原形の誕生発育またはフル稼働衰退または不調死滅または解体という4つの過程を必ず減ることになります別の言葉で言うならばこの3次元現象世界の存在はすべて変転の時間を内包しているのだとも言えますすなわち静止した存在はありえないのですすべての存在は変転を前提として あるることとを許されているとも言えますしかし変転あるいは露転を条件づけられているこの世の存在とは時間という映写機によって投影を繰り広げられているフィルムだとも言えますつまり存在とはその中に流転するという性質時間を内包しているのですもう少し分かりやすく言うならばこの世のものは全て時々刻々に変化をしており 全く同じ状態でであるこことととは不可能だということです例えば私たちの肉体細胞をとってみても昨日の自分と今日の自分とを比較するならば全く同じ状態ではないのですしかし日々変化する肉体細胞によって構成されているわけですがその人の生命で称されている実体があるのですその肉体細胞を統一している実在があるということですすなわち 時間の流れの中で露転する存在の背後には永遠に変化しない何かがあるのです人間にしてしかり動物にしてしかり植物にしてしかりです例えば植物を一本の花たらしめているものは全く偶然に集合した植物細胞ではありませんもし偶然に集積した植物細胞が今日という日の一本の花を形作っているならば日々露天使 変転するという法則のもとではその花はやがて花以外の何か別のものに変わっていくのが本当ですしかしやはり花は花にしか過ぎません昨日も花今日も花明日も花花としてのあり方が変化するだけで花が花以外のもの例えば動物とか人間とかにはなりえないのですまた菊の花が途中でチューリップになることもなければ チューリップが突然コスモスモになることもありませんチューリップの花はあくまでチューリップの花としてその一生を終えていくのですそこには変化の中にあって変化しない何か露天の中にあって露天しない何かがあるのですそしてこの何かこそがあるときは実在と言われあるときは理念と言われまたあるときはイデアと言われるものなのです色即是空 空足是識という仏教の有名な言葉があります。この言葉も私が述べてきた変化の背景にある普遍なるものの実在、普遍的なる存在が投影されて、流転するこの世的存在となっていることを同破した真理の言葉なのです。私たち人間は、時々刻々に変化する、頼りない肉体細胞の集合体をもって人間と称しているのではありません。人間の本質は、 時間の流れの中で変転してゆく儚い存在ではなくて永遠に普遍の実在なのです。この普遍の実在こそ命であり魂であり霊であります。私は霊という言葉でもってまか不思議な得意現象を指しているのではありません。それは人間の本質であり普遍の実在であり生命のイデアなのです。肉体人間を支配している個性ある知性。 肉体人間を存在せしめている個性ある意識体これらが人間の本質なのですから「霊」という言葉に対して世人がいかなる印象を持とうが持つまいが真実は一つなのですすなわち花には花の生命体があり人間には人間の生命体があるということです4「有限と無限」私は先ほど 時間ということについて述べました。そしてまた存在ということにも触れました。そこで次に時間と空間の彼方にあるものすなわち有限と無限について話をして行きたいと思います。人生は有限か無限かまた宇宙は有限か無限か人間なら誰もが一度は出くわす疑問でしょう。この結論を出す前に私は 一つの例え話をしたいいと思います昔あるところに大きなカメがおりましたそのカメは右足を出すのに10分左足を出すのに10分後ろ足を出すのにもそれぞれ10分ずつつまり体をひとまず動かすのに40分もかかりましたあるときこのカメは砂浜の海岸に行きつくところがあるのかどうか不思議になりましたそこで つつ世界探検をししてやろうと思いつきましたそして見渡せる限りの海岸を張ったと睨んで全力を振り絞って歩み始めました自分の体を一区切り前に前進させるのに40分もかかりながら海岸線の測量を始めたのですカメは自分がすでに歩いたところかどうかが分からなくならないように砂浜に点々と足跡を残してゆくことにしましたこうすれば 同じところを二度歩かなくて済むと考えたからですなかなか賢明な亀だと言えますしかしいくら歩けども歩けども海岸線は永遠に終わることなくとうとうある日亀は力尽きてしまいました自分が全世界の半分ぐらいは踏破したと信じながら死んでしまったのですあくる日島の漁師がやってきてその亀を引きずって島の反対側へと持って行き 食べてしまいました島の反対側まで行くのに大変な時間がかかったでしょうかいえ漁師の健康な足を持ってすればわずか10分で事足りました結局哀れな亀は太平洋の波が自分の足跡を非常にも洗っていたとも知らずに小さな島の砂浜をぐるぐると回っていたに過ぎなかったのです有限と無限について考えるときに私はいつも この亀と漁師の話を思い出さずにはいられません亀と漁師の違いはどこにあるのでしょうか歩く速さもちろんそれもあります体の大きさもちろんそれもありますあるいは経験量の差そういうことも言えますしかし亀と漁師の根本的な差異は認識力の差にあったと言えるのではないでしょうか亀の目的努力 そして熱意は見上げたものですがその結末にペーソスが漂うのはなぜでしょうかやはりそこにはわかるものとわからないものとの差、知ることができるものと知ることができないものとの差、そういったものがはっきりとあるように思いますところでこのカメとりょを唯物論者と真理体得者と言い換えてみたらどうでしょう私はカメではないと怒り始める方もきっといるはずです 人生は60年70年の有限なもので死ねば何もかもが終わりだと思っている人自分の目に見える部分だけが全ての世界で五感を超えた世界などは全く信じないと言ってはばからない人こういう人は結局世界探検に出かけた亀のように自分の足跡だけを頼りに同じ小さな世界をぐるぐると堂々巡りしているに過ぎないのです。 ままこととに気の毒ななな人だと言わなくてはなりませんしかもまさにあのカメと同じように鼻に油汗を浮かべて必死に人生を生きているからまた小さな島をぐるぐると懸命に回っているからどこかペーソスを帯びているのです私たち人間ははるか昔から永遠の生命を持って生きておりますそして何度も何度も地上に生まれ変わっては人生修行を積んでいるのです この地球を磁場とした世界だけを取ってみても私たち人間の生命体が活躍している空間はこの三次元地上界だけではありません私たちは本来実在界すなわち四次元以降の住人なのですそれは五次元六次元七次元八次元九次元最上階である十次元まで広がっていますそして心の段階によって それぞれぞ異なる調和された世界に住んでいるのです。ですから宇宙が有限か無限かを悩んでいる方に対して私はあなたが問題としている宇宙とは三次元宇宙ですかそれとも四次元以降の多次元宇宙ですかと聞き返さざるを得ないのです。宇宙を人体に例えるならば三次元宇宙とは裸の肉体人間です。四次元宇宙とは 肉体を包む下着であり5次元とは下着の上のワイシャツ6次元とはワイシャツの上のセーターです7次元とはセーターの上に羽織るスーツ8次元とは全身を覆うコートそして9次元とは頭の上の帽子のようなものなのです右に述べたのはもちろん単なる比喩にすぎませんが多次元宇宙構造をよく表していると思いますすなわち 高次元宇宙とは過次元宇宙をすっぽりと覆うものなのです。と言っても過次元宇宙と全く関係のないものではなくて同じようでありながら一層高度な目的を持った世界それが高次元宇宙だと言えます。5. 多次元の宇宙前行で私は人体とそれを包む衣服の比喩で多次元宇宙について説明しました。 しかし比喩はあくまで例えに過ぎないので多次元の宇宙についてもっと理論的に説明していきましょうまずそもそも次元とは一体何なのでしょうか私たちは三次元にいるという言い方をよくしますがでは三次元とは何なのでしょうか次元とはその世界の成り立ちをいくつの要素で表現するかといった世界観です例えば一次元というのは 点のの連続からなる直線の世界ですもし一次元の世界にも住人がいるとすれば自分と他人を区別する基準は線分としての長さしかありませんつまり自分は他人より長いか短いかですしたがって同じ長さの住人だとすると自分も他人も区別がつかないことになりますこれに対して二次元の世界とは縦と横がある世界ですそして 縦と横によって決定されるのは面ですですからこの二次元世界に住人がいるとすればちょうど魚のヒラメのように面のみあって厚みがないはずですしたがって縦と横によって決定される面が同じであるヒラメ人間形も面積も同じであるヒラメ人間そうした人間同士も自他の区別がつかないということになりますでは次に。 私たちが住んでいるこの三次元世界はどうでしょうか。三次元とは、縦、横、そして高さから成り立っています。縦、横、高さによって決定されるものとは、いわば形状です。つまり、三次元の住人は、身長も同じ、横幅も同じ、厚みも同じ。と、どこから見ても同じ形状でなければ、同一人物だとは言えません。ですから、この点において。 二次元のヒラメ人間よりも複雑な自他の区別があるわけです四次元世界になると三次元の世界の縦横高さに加えて時間が要素として入ってきますすなわち三次元世界では同一空間内に存在する事物は同一時間を共有しているのですが四次元ではそうではない三次元世界で私たちが握手する人間接する事物は 何年何月何日の何時という同じ時間時点に必ず存在するわけですが四次元世界になるとそうではなくなるということですつまりより分かりやすく説明すると四次元の住人は例えば握手している人間同士が同じ時代の人間とは限らないということです鎌倉時代の人間と昭和時代の人間が同じ場所で握手できる 3次元では絶対にありえないこことが起こるわけですですから四次元世界ではたとえ目の前に建物が建っていてもその建物が現在建っているのかあるいは過去にあった建物の幻影を見ているのかはなかなか分かりませんただし幻影であったとしてもはっきりした手触りがあり実在感はありますこのように四次元世界においては それぞれの人間が持っている時計の針が指し示す時刻は同じではありませんですから四次元世界で平安時代を生きた女性とあっても当時と変わらない二十代の若々しさで現れてくるのです予知の原理についても同様のことが言えますつまり四次元世界においては三次元世界で将来起こることもまるで現在あるがごとくに現れてくることが可能なのです 5次元世界になるとさらにもう一つの要素が加わります。こここでは縦横高さ時間に精神がが加わり5つのの要素がこの世界を決定していますすなわち5次元世界の住人は自分と他人を区別するためには縦横高さから来る形状が同一であるかどうか同じ時代の人であるかどうかそして精神性の程度に差があるかどうかを基準とするのです。 つまり精神性に目覚めた人であること人間が物質的な肉体人間ではないということに目覚めた人であることが5次元世界の住人の条件となります精神性の尺度は主として善です5次元世界とはすなわち善人たちが集まっているところなのですさらに6次元世界に入ると縦横高さ時間精神という5つの要素に加えて 心理知識という要素が入ってきますつまりこの世界では形状が同じか同じ時代か同じぐらいの精神性を持っているかお互いにどれだけ心理についての知識を持っているかが自他を区別する基準になるわけです六次元世界の住人となる資格は道徳的な善人でありかつ仏の教えについての知識を兼ね備えている人であるかどうかによりますもちろん 心理知識の量には多い少ないの個人差がありこれが六次元世界における段階の差になっておりますが心理を信じない人は少なくとも六次元世界には一人もおりません6高次元の宇宙ここではさらに七次元以降の世界がどういうものかについて説明しましょう七次元世界になると六次元世界の縦横 高さ、時間、精神、心理知識の六つの要素に加えて、利多という要素が入ってきます。六次元世界までの住人は、価値中立的に言うと、決して悪い意味ではありませんが、利己主義的に生きております。六次元という高度に進化した世界においても、そこの住人は、自分の向上のための心理知識の吸収になお励んでおります。つまり、六次元までの人間は、 まだ学生であり、大きな見地から見れば社会人になっていないということなのです。6次元の住人を大学生とするならば、5次元の住人は高校生、4次元の住人は中学生、3次元の人間は小学生に過ぎないのです。7次元に至って初めて学生生活を終え、実社会に旅立ってゆくのだと言えます。したがって、7次元世界の住人の主たる関心事は、 利他なのです心においては愛、行いにおいては奉仕であります。ですから、7次元世界の方々は、お互いに愛を与え合い、奉仕し合っているのはもちろんのこと、6次元世界以下の人々の指導、とりわけ、四次元で肉体生活を去った後で、迷っている人々の救済などのために、日々活動しております。あるいはまた、三次元世界に、肉体を持った人間として生まれ、 愛と奉仕の生活を実践ししたりりもしておりますこのように7次元世界には尊い方々がいらっしゃるのです8次元世界になると縦横高さ時間精神心理知識利他の7つの要素に慈悲が加わります慈悲とは与える気持ちです好意にあるものが惜しみなく分け隔てなく与え続ける気持ちこれが慈悲です 七次元世界の愛を与える愛だとするならば、8次元世界の愛は、もっと工事の愛、すなわち与え続ける愛、無限の愛だと言えます。7次元的愛とは、まだ、人間的努力の産物、つまり、自らが努力して蓄積した愛を人々に分け与えるものです。しかし、8次元的愛になると、太陽のごとき愛、すなわち、無尽蔵の愛なのです。 これが、慈悲です。七次元世界の愛がまだ対象を選ぶあるいは対象によって濃淡のある愛であるのに対して八次元住人の愛は公平無視の愛だと言えます。そこにには、もははもや人間心心よる差別心はありません。このように八次元の住人は無限の愛の供給者であるがゆえに本当の指導者たる資格を備えた人だということができます。 九次元の世界では縦・横・高さ・時間・精神・心理知識・理多・慈悲の八つの構成要素に宇宙という要素が加わります八次元世界までの住人は地球を取り巻く清掃圏内に地球的地場としての多次元世界を構成しそこに住んでおりますしかし九次元世界になると地球系だけにとどまっておらず 太陽系以外の他のの他星団の霊界ともつながっているのですつまり九次元世界の住人は大宇宙の進化の中で地球系霊団を指導している方たちだといえます世界的宗教の人格心根本物根本心となっている方たちのほとんどはこの九次元世界の住人ですこのように九次元世界とは法の根源となる方たちが住んでいるところなのですですから この世界において自他の区別はどこにあるかといえば法の根源としての光の色の違いにあるとしか表現しようがありませんつまり仏の法というのはもちろん一つしかありませんがそれを解く九次元世界の住人の個性によってそれが七色の光として分かれているのですこの九次元世界の上に地球系霊団として最高段階になる十次元世界があります この十次元世界には、もはや地上に肉体を持った人類はおりません。なぜならば、そこにあるのは、三体の意識だけだからです。十次元の構成要素を挙げるとするならば、八次元の慈悲、九次元の宇宙に加えて、創造・進化ということです。十次元には、もはや人間としての個性の差はなくなり、創造・進化ということだけに関して、役割の違いがあるのです。 十次元の三体の意識を大日意識月意識地球意識と言います大日意識は人類を含めた地球生物の積極的な意志陽性を司ります月意識が消極的なる面優美な女性的な面を司りそして地球意識が地球の生命体としての意識地球上での天地創造を司っているのです 地球の約46億年の歴史はこの3つの意識体の作用によって展開してきたといえます地球系としては10次元世界までしかありませんが太陽系としては11次元世界があります11次元世界の構成要素は太陽系の使命であり太陽の生命体そのもの太陽としての霊体そのものが11次元存在なのですさらに体そのものが11次元存在なのですさらに12次元存在として 銀河意識がありますこれは銀河系宇宙の計画を司っている巨大例であり我が太陽系の太陽霊のごとき11次元の構成意識かっこ,これに対して十次元存在を惑星意識というを何万何十万という数で収めているようです。私があなた方に言葉で説明できる範囲はこの辺りまでですが大宇宙の根本物根本心は。 おそらく20次元以上の存在であろうと思われます。生生生命の誕生 1. 星の誕誕星人間がその死後どうなるのかということが主として宗教的関心であるとするならば人間および生物がいかにして誕生したかすなわち生命誕生の神秘は主として科学的関心だといえます。そこで 生生命の誕にについいててお話しししくことにしましょう私は宗教的関心も科学的関心もその究極にあるものは同じであるとの見解の実証も兼ねて生命誕生の不思議について語りたいと思いますそもそも私たちが住んでいる地球がその一員であるこの三次元宇宙ができたのは今から約400億年の昔であると言われていますもし大宇宙の仏 根源の神を二重次元的存在、あるいはそれ以上の高次元的存在であるとするならば数千億年の昔より正確に言うと悠久の昔から意識存在としての根本物はありました根本物は今から1,000億年ぐらい前までに3次元宇宙空間の創造を意図しておられ約800億年前には自らの意思でもって 3次元宇宙を統括する巨大例を想像しました。これが13次元意識の誕生であり私たちが認識できる宇宙に関する最初の例の誕生です。この13次元宇宙例は大宇宙の創造ということを使命として持っている根源物の意識の投影であります。この13次元宇宙例は約650億年前に12次元の星雲の意識を創造しました。その数は 約200万体あると言われています。私たちの属する銀河系意識もこの200万体ある星雲の意識体の一つなのですそして600億年前にこの12次元の星雲意識例によって11次元の構成意識例が創造されましたすなわち11次元空間の誕生です私たちに関係ある宇宙としては12次元の銀河系意識例が 11次元の太陽系意識例を作ったということになりますさらに530億年前に銀河系において11次元の構成意識例が中心となって惑星意識例の創造が開始されましたこれが10次元宇宙の誕生です我が太陽系では11次元の太陽系例の努力により水星意識や金星意識地球意識火星意識木星意識 土星意識などが次々に誕生しましまたこうした惑星意識例の創造は420億年くらい前までにほぼ完了したといえますそして今からちょうど400億年前に大宇宙霊の内部で異変が起きましたすなわち13次元の大宇宙霊の意識体の内部で核融合核分裂のような現象あるいはまた 大ききなな宇宙花火ののような現象が次々と起きたのです。いわゆるビッグバン現象です。こうして13次元宇宙霊の内部に人体で例えるならば内蔵初期間のような3次元空間がぽっかりと出来上がってきたのですそれはもちろんまだ現在のような整然とした宇宙空間ではありませんでしたいわば透明なクラゲのような胃袋状のものが突然出てきたといった感じでした このクラゲのような宇宙空間を明瞭化するために12次元の星雲意識11次元の恒星意識10次元の惑星意識が協力し合って3次元宇宙空間に惑星恒星星雲というものを次々と具体化していったわけですこの400億年前の3次元宇宙空間の出現以来各星雲各太陽系で宇宙創造の深度は異なります銀河系の中でも 我が太陽系が三次元宇宙空間に出現したのは約100億年前です70億年前には水星が60億年前には金星がそして約46億年前に地球が誕生していますこれが私たちの星の誕生です星もまた生命を持つ意識体として最初の存在なのです8生命の誕生2 人類と生生命の誕生大宇宙空間に最初の人類が誕生したのがいつ頃だったのかそれは定かではありません。しかし400億年前に3次元宇宙の原初的形態ができやがて星雲銀河系太陽系といったものができてきた時にまず星としての生命が誕生しそれらを基盤として 様々な生生命が誕生してきたことは間違いありません話が複雑になることを避けるためにここでは太陽系を中心とした個別生命の誕生についてだけ説明していきます3次元宇宙空間に星としての太陽が出現したのは今から約100億年前ですその次の星として70億年前に彗星ができたわけですがこの時には ままだ生命が住めるような状態ではありませんでしたこの太陽系に最初の生命が誕生したのは美しきビーナスの星金星ができてからです金星ができたのは60億年前ですがそれからさらに5億年ほど経った頃ですから55億年ぐらい前になりますがその頃にこの太陽系に9次元世界が作られることになりましたそして10次元惑星意識よりさらに行動的で 今後星に誕生すべき生命体を統治しやすい最高度に発達した人格を持った大霊が創造されたのですこの金星の十次元意識が個性化した最初の九次元大霊のことをエルミオーレと言います金星の統治者ですエルミオーレが三次元の金星の地表に作った最初の実験用生命体は植物と動物を兼ねたものでした上半身が百合の花のようで 下半身が人間のように二本足背中にはたくさんの葉が茂り光合成によって生命を保っておりましたこの生命体は自己完結性が高く長寿という特徴がありました次にエルミオーレは植物と動物とを分け約20億年それぞれを進化させました植物にしても動物にしても地球のものとは違って金星のものは優美さと優雅さを称えていました 植物は宝石のような花を咲かせ、この世のものとは思えぬ香りを放ち、動物たちは上品で、言葉を話すものさえありました。やがてエルミオーレは、現在の地球人に似た金星人も想像しました。十数億年にわたって、何度もの再創造が繰り返され、その間、幾百、幾千の文明が交流し、他の星団と宇宙船で交流するまでに文明は高度化しました。 最終段階における金星人は外見は現在の地球人によく似ており知能指数でいうと IQ300 以上で男女共に真珠のような素晴らしい輝きを持った天人たちのようでした特に女性たちは地球上のミスユニバースたちを集めても霞んでしまって猿の親類にしか見えないほどの美しさでした夢と愛と美と知性あふれる金星のユートピアがそこに出現しました 人々は愛と地と反省発展を合言葉に最高度に発達したユートピア社会を建設していましたそして金星そのものが地上菩薩界に近づいた頃エルミオーレは大宇宙の根本物から次のような意図を告げられます金星での文明実験は予想以上の輝かしい成功を収めた完全なる大調和が成し遂げられた今これ以上の進歩は難しいだろう 金星は間もなく火山の大爆発が予定されており高等生命の生存は難しくなるだろう一部の金星人たちは友好関係にある多星団の惑星に移住させ多惑星の進化に役立つべきだ残りの高級人類たちは金星霊界に数億年とどまりお隣の地球霊団の創設に参画してほしい地球ではもう一度ゼロからのスタートとなるが 再度新しししいいユートピア作りをして欲しい未知の星団からも新しい魂を呼び入れて教育し銀河系の進化に役立ってほしいこうして地球をどうするかが次の課題となりました金星での生命実験及び文明の発達と並行して46億年前に地球が誕生した時地球の十次元意識も地上生命の誕生について考えていました彼らは 先進地である金星での実験を参考にしながら金星よりも生物の生存条件の良い地球ではよりダイナミックに進化ということに重点を置いた地球系生命霊団の構築を検討しましたそこでエルミオーレの意見をもとに地球十次元の大日意識月意識地球意識の三体霊は地球上での生命活動に二本の柱を基本として設けることにしました 第一の柱とは地上に現れた生命の発現レベルにかなりの上下の差高低差を持たせるということです第二の柱とは地上での生命活動は短期間とし多次元世界との転生輪廻を法則とすることです第一の柱に基づいて今から約30億年前に地球にまずアメーバやプランクトンの類いを作り始めましたこれが動物の基本となります 26億年ぐらい前からカビなどの菌類を作り始めこれを植物の祖としましたそれからだんだんに高度な生命体を地表に送り出していくわけです第二の柱に基づいたものとしてはまず低級霊界を作りましたこれは現在の四次元幽解の元ととなるものですしかしまだそれほど明確ではなくふわっとベール状の霊域が地表を覆っているだけにすぎませんでした 初期の微生物や低級植物はこの低級霊界と地表での生命活動との間での転生輪廻を繰り返しましたそして今から6億年ほど前になると地球惑星大霊たちは地球にいよいよ高級生命を創造する時期が来たことを悟りますそこで地球にも9次元霊界を作り先進地金星からエルミオーレを招きましたこの地球最初の人格大霊 エルミオーレがまず担当したのはかつて金星で作った初期の霊的生命体を移動させて地上に哺乳動物を中心とする高等生物の創造をすることでしたではどのようにして高等生物を創造していったのでしょうか例えばネズミやウサギや犬、猫の理念でもって低級霊界に意識体を作りますそしてそれを次々と地上に現象化していったのです このようにして次第に地上に高級動物が栄え天照輪廻も軌道に乗り始めていきますそこでエルミオーレは十次元意識たちと話し合っていよいよ地上に人類を作るべき時が近づいていると主張したのですそして今から約4億年前地上に人類を誕生させることとなりましたかつて金星の支配者であり 地球霊団の最初の九次元存在であったエルミオーレはこの頃、名前をエルカンターレと変えました麗しき光の国地球という意味ですこのエルカンターレは2500数十年前にその分身が肉体を持ってインドに現れますすなわちゴータマ・シッダールタシャクソンと言われた方です9地球霊団の発足 エル・カンターレは1人間にも意識レベルとしての肯定の段階の差を設け永遠に進化していける場を作ること2人間の地上生命は短期間とし霊界との間を天正輪廻させること以上の2点を柱にして地球霊団の創設を考えましたそしてまず発達した近世人の霊的生命体を使って 地上人間の創造が試みられましたそこでエル・カンターレは慈悲と知恵の光を増幅させて九次元界に巨大な光球を作り出しましたそしてこの光球に金星人として最高度に発達した人霊を送り込み再生のパワーを与えやがて小さな光に分割し地球起源の八次元以下の表の光の指導霊たちを何百体か創造しましたそして 彼らに個性を与えるため、九次元パワーの総力を挙げて、地上に物質化現象を起こしました。まずは、蜃気楼のような透明な揺らめきが地表に現れ、次第に人の影のように見え始め、最後には、白く輝くばかりの肉体が出現しました。エル・カンターレは、その美しさと出来栄えを見て喜びました。初めての人類が、5人、10人、100人、そして500人と、 続々空中より出現した時彼らを2つの集団に分け右半分の集団には金星人の知恵と勇気の光を投げかけ左半分の集団には同じく金星人の優美さ優雅さの性質を帯びた光を投げかけましたこうして人類の男性と女性が分かれました彼ら彼女らが後にギリシャ系あるいは仏教系の諸如来諸菩薩観音などとなった 高度に進化したた魂を有すする人類だったのですやがて彼らの肉体子孫も増え優秀な金星人類たちも数多く地球人としての肉体生活の経験を積みましたそして彼らの人口が地上で7億7,000万人を超えた頃のことですエル・カンターレは自分の創造した高級人類の子孫たちに指導者としての経験を積ませるためには 類人猿たちより進化した生物を生活させそれらを食育、行く指導させる必要があることを感じましたそこで多惑星からの人類型生物の導入を決定しましまたこの頃多惑星からの移住計画の立案のためイテ座のく次元意識アモールイエス・キリスト白鳥座のセラビム格子孔子カニ座からモーリアを将来し 彼らの意見を参考としましたしたかし当時地上には恐竜などの巨大生物が徘徊し始めていたので地上に慣れない移住民たちが生命を奪われる恐れがありましたそのため最初にマゼラン星雲の惑星から将来した人間に似た生物たちはやや自己顕示欲と自我が優勢な戦闘性の強い種族になりましたそれでも 彼らは科学技術において高度なものを持っていたので宇宙船に乗って地球にやってきました姿形は現在の人類とよく似ていますが耳の先が尖っていることと猫のような尻尾がついていることが彼らの特徴ですやがて尖った耳や尻尾は徐々に退化していきましたが彼らの心の中に残るその自己イメージのため天上界に戻っても一部の人たちは天狗や仙人鬼 妖怪などの姿に変化ししていきましたエルカンターレ系の高級人類たちはいわば王家の人々として彼ら移住者たちが地球に馴染むように同化政策を推し進めましたしかし移住者の中の指導者たちは光のエネルギー送料は多いもののわがままな荒神、たたり神的要素を持つ者も,も出てきて調和を乱したのでこれを裏側に封じ込め天上界にも8次元 次次元、6次元世界に、表側側と裏側が出来始めました。この裏側の世界の指導者の一人がエンリル9次元裏側担当、と言われる存在で後に彼の直属の部下の一人ルシフェルが今から1億2,000万年ほど前に地上にサタンという名で生まれた時に地位欲、名誉欲、物質欲、肉欲に溺れて堕落、 再び高級霊界に帰ってくることができず定位霊界に地獄界を作って反乱を起こしたのですその後彼はルシファーという名で地獄の帝王となりましたさて先のマゼラン星雲からの移住民たちが自我が強くやや調和を欠いているためエル・カンターレは新しい人類の導入を決定しましたこうして2億7,000万年前オリオン星座から 大挙10億人の大戦団が地球に飛来してきましたこれが2回目の宇宙からの移住です当時エルカンターレ系の近世人霊団で地球で転生の経験を積んでいたものはすでに100億人を超えていたので大規模な移民の受け入れが可能だったのですこの時に9次元大霊として3体がやってきましたすなわちアケメーネオルゴンそしてカイトロンです アケメーネはインドでは人類の始祖としての伝説とともに伝えられているマヌと呼ばれている高級霊ですオルゴンはマイトレイヤー・ニライと呼ばれている方でラムディア大陸の時代アトランティス大陸の時代に随分活躍したのですがここ1万年ほどはあまり地上に出ておりませんカイトロンは新地学におけるクート・フーミーという方です主として科学技術を担当ギリシャに生まれ アルキメデスと称されました。近代に再び生まれたのですが、その時は、ニュートンという名で呼ばれていた方です。これを機会として、大霊団を収容するために、地球五次元全人会が整備拡充されました。そして約一億五千万年前、エルカンターレの本体が地上に下昇し、巨大な光文明を建設しました。地球的仏法真理が確立され、 多惑星人の指導教育が一層進みました。エルカンターレへの経営者も続出し地球人としての共通意識ができてきましたさらに1億3,000万年前にはエルカンターレ系霊団が高級霊界での分校現象を繰り返し個性霊として400億人を超える魂群を確保したことを記念しペガサスという星座から第三人として約20億人を飛来させました。 この時に九番目のセオリアと十番目のサマトリアがやってきました。セオリアとは、今から三千数百年前にギリシャに生まれたゼウスという方です。サマトリアはイラン地方に生まれて、ゾロアスター、あるいはマニと呼ばれた方です。あのゾロアスター教やマニ教を作った方です。こうして、九次元に十人が集い、地球霊団の指導体制が固まっていきました。 そしてこの頃に新しい地球人のための四次元誘拐がその位置づけを明確化されつつあったのです 10. 地球霊団のの増加と堕落者の出現地球霊団はこのようにして1億3,000万年ほど前にはエルカンターレ系が400億人以上多惑星系が30数億人ほどにも膨らんでおりました。しかし、かこの頃、 多惑星人類を大量に増やすべきだとの提案がエンリルを中心として出されたのですエンリルの考えによると地球に移住してきた比較的高度に発達した人類を本体として5人の分身を作り各人に交体で地上生活をさせた方が魂学習上効率が良いということでしたそこでパイトロンという巨大な装置が作られこのパイトロンで高次元の光を増幅させ 本体にに照射することによって5人の分身を誕生させましたしかしパイトロンによる人類創造は数億人で打ち止めとなりました。というのはパイトロンによって創造された分身の中には霊格の低いものが多く地上生活を経験しているうちに自分が本来霊であることを忘れ物質や肉体煩悩にとらわれて堕落し 他の正常な霊たちに害悪を及ぼすものが増えてきたことです。こうした人霊が死後、低級霊界に地場を作り始め、四次元誘拐に暗い想念を持った人々がグループを作り始めました。すなわち、これが地獄界の始まりです。エンリルの失策は最初の移住時の不調和事態に続き、再びエルカンターレの厳しい協働を受けることとなりました。しかも、 1>, 1億2,000万年前にルシファーが天上界の高級霊たちに反乱を起こして一大地獄界を作り上げた時彼らの壮年エネルギーの曇りで地獄界には二度と仏の光がささなくなり寒い暗黒の世界となりましたさらに困った問題は四次元幽界の一部にこのような暗黒世界ができたために三次元地上界にも仏の光がささないところが出てき始めたことです たとえ太陽がまぶしく輝いていても空に雲がかかれば地上に影ができ曇ってしまいますこれと同じように1億2,000万年前よりこの方3次元の地上界にありとあらゆる害悪と混乱が起き始めたのですそれ以来1億年以上の期間この3次元現象界を中心として地上を浄化しようとする高次元の諸乳来諸母殺たちの努力と なんとか三次元に自分たちの住みかを拡張して地獄の苦しさから逃れようとするルシファーを筆頭とする地獄の悪魔や悪霊たちとの交渉が続いているのですこのためエル・カンターレは何度もその分身を下粧させ悟りの力によって光の指導霊を養成する強力な指導体制を作り上げていったのです私のこの太陽の方は三次元地上世界に 本来の仏の光を輝かすために、今一度、仏法真理の太陽の光を、その輝きを取り戻すために書かれているのです。皆さん、こうした地球霊団の歴史を十分に理解された上で、これから、私が解いていく法が、いかに切実な思いから発しているかをご推測ください。太陽の法とは、本来の光の世界、仏国道を取り戻すための救世の法なのです。